陽徳院陽徳院玉屋愛希女王2年1月24日は、安土桃山時代から江戸時代前期にかけての女性。三春上主、田村清明と、性質を北の一人娘で伊達政宗の性質通称は田村午前。出家後の院号は陽徳院。天正7年に、数江戸市12歳でまたいとこにあたる伊達政宗のもとに、とつぐ。ところが、 自分の暗殺未遂事件に田村家からの内通者の関与があったと疑った、正宗によって彼女の乳母は殺害。他に多くの愛奇付きの次女たちが死罪にされたため、一時夫婦仲が悪くなったと伝えられている。その後、夫婦関係は修復に向かったと思われ、愛奇は京都寺落大の建屋敷に移ってから、文禄三年には五郎八姫を出産した。 それから忠宗、むね、竹松丸と、正宗ねとの間に四人の子を設けた。樹楽台の建屋敷に住むようになってからも、いわば外交官的役割で、正宗に、京都の情勢を知らせ、天下は、いまだ定まっておりませぬ。殿のは、天地の大義に従って、挙手を、お決めくださりませ。私の身は、お案じなさいますな。愛口を常に懐に持っております。地下て、 恥ずかしめは受けませぬという手紙を送っている。慶長18年に高田城の不審のために越後国にいた正宗から愛機に送られた書状には、春秋の季節感や天然自然の草木、花鳥風月について仏教の無常感を土台に語りかけている。枕の創始や、つれずれ草が引用され、源氏物語の花園の一句で締めくくるなど、その文言は交渉である。 夫婦仲が疎遠どころか、複雑な心象を伝える間柄であったことがわかる。官営13年5月24日に、正宗が死去した後、随願寺の雲井善寺の下で仏門に入り、落職して、陽徳院と称した。女王2年1月24日に86歳で死去した。24日は、正宗の月命日と同じであった。墓所は、随願寺に隣接する、陽徳院。 愛イは、マ宗や忠宗に対して、実家の田村家の再興をたびたび願い出ていた。忠宗は、母の遺言を入れて、母の死の年に、息子のム長を通しとして、田村家を再興させた。養徳院様ゴム草の書き付けによると、愛イは自ら繊細な、金文字で、色良き花の枝をこそ見ると記しているが、これは、鮮やかな色をした花の枝ぶりを、昨夜夢に見たというような意味で、 包み紙の上書きに、孫の胸長をその母が見ごもった時に見た夢である、胸が記されている。ありがとうございます。